どうも、こんにちは。今晩も七不思議の裏不思議じゃなくて都市伝説の時間がやってまいりました。このまま使われるでしょう、ほぼ ね、ちょっと新しいオープニングの感じで来ましたけれども、今回はね、都市伝説から出た。都市伝説、これはやっぱりみんな好きでしょ。都市伝説、都市伝説はみんな好きですよ。そうでしょう、今回のやつはね、特にその投稿いただいたお話、怪談っぽいんだけど、それが都市伝説っぽい内容につながっていくお話なんですよ。テレポーティングアニマル。テレポーティングアニマル。アニマル、言い方変やった。テレポーティングアニマルは、あれも投稿でしたけれども、今回の投稿っていうのは、より都心の都市伝説にちょっとつながる。でも導入は怪談なんですよ。はあ、なるほど、はい、ちょっとこんなお話をさせてくださいということで、はいはいはい、いただいたお話で、都内のある高校が舞台で、これ今から約30年前です、はっきり言っちゃいますと1989年の話なんですけど、 A さんっていう男性の、まあ、これ主人公ね、 A さんの中学校時代の友人で B 君っていうのがいるんです。で、A さんと B 君は中学校時代仲良かったけど、高校が別々になっちゃったんですね。だけど仲良かったと。そしてこの B 君の通っている高校っていうのがちょっと変わってたんですよ。なんで変わってたかっていうと、あのね、1階の目立たない場所に有刺鉄線で入り口を塞がれたドアっていうのがあるんですよ、で、ここがなんだかわかんない、なんか秘密の場所だとかよく言われてた、で、その話っていうのを B 君から、うちの学校こんなあるんだぜ、 A さん聞いて、ちょっとそれ面白そうだなってなって、俺は行けないからさ、B の友達とかでそこちょっと入ってみてくんない、で、どうせだったらこのビデオを撮ってカメラ回して、なんかそれを俺も見たいんだけど、A さんがお願いしたら、B 君意外と乗り気で、ああよ、じゃあ今度やるよっつって、で、なんかある日電話かかってきて、今からお前が言ってた、 A さんがね、お前が言ってたようにビデオを持って今日の夜入ると、友達2人連れて俺ら3人で撮ってくるから、また夜中うち来いと、撮り終わって多分いるから、あのみんなで上映会しようぜみたいな、で、 A さんもそれ聞いてテンション上がって、あ、分かった分かった、じゃあ行くわ、じゃあ夜行くねって言って、その日の夜になりました、で、 A さん的に、あ、もうそろそろいいかなっていう頃合い見計らって、まあ、B 君の家に行ったんですよ。でも B 君がいなかった、で、当時もう1989年だと携帯がないから、もう家の電話とかであれするしかないんだけど、でもまあ帰ってないっていうこと、あ、そうなんですねって言って、 A 君とりあえず自分の家に帰った、そしてそっから数日経ったら B 君から A さんの家に電話があって、おい、お前のせいでっていうか、行ったら大変だったんだぞって言われたと、で、その話聞いてみると、 B 君を含む、3人放課後その有刺鉄線のあるところに目の前に行ったと、ビデオカメラ持って、さあこれから撮るぞ、なんかハンディカム的なやつでね、で、軍手を持ってその有刺鉄線っていうのをちょっとこうやってどけたりしたら、意外と簡単にその有刺鉄線っていうのはなんか取り除くことができて、その扉の前ってか、ドアもね、施錠してなかったんだよ、あ、入れるじゃんかってなって、よし行くぜって言ったらガチャガチャって入ってみて、電気ないんですよ、懐中電灯のみで、こうしたカツンカツン、いきなりね、地下室に行くドアっていうか階段だったんだって、いきなり階段だったんだって、あれ、もうじゃあみんなで行くか、カツンカツカツンと降りてったら、学校の教室ほどのスペースに出たんだって。はあ、あれなんだこれって、懐中電灯で照らしてみたけど、その比較的綺麗なんだって、埃とかもない、だけど教室とか机が何も置いてない学校ぐらいのスペースがあることが分かった、なんだこの空間ってなるじゃん、で、いろいろくまなく調べていったら、あれ、あそこなんかあるぞ、見たらまた地下にさらに降りていく階段があるんだ、なんこれ、行くか、懐中電灯照らしてまたカツンカツン降りていく、またなんですよ、また1階と同じような教室みたいな空間だけど何もないスペースがあったんだ、え、これ地下1階地下2階ってことかってなって、なんかいろいろ調べたら、おい、またなんかあるぞ、また階段あるんです、どうせ降りるか、降りようって、またカツンカツンと降りてやったら、ザッザッザッじゃないんですね、ドラクエ的に言うとね、ドラクエ的に言うとね、それがよかったんだけど、おいお前、ザッザッザッって言えよって、その時もあったらしいんだ、あったんですね、ちょ、いや俺ちょっとこう言ってたんだけど、ちょ、声が小さくて聞こえなくてごめんみたいなことないよ、そんなことで、ザッザッザッと降りてったら、ザッザッザッ、
また同じなんですよ。なんで地下3階に着いたとどうやら、うんうん、でちょっとだけ違いがあったのは、はい、今までは何もなかったんですけど、うん、その教室とおぼ教室というかそのスペースの真ん中に、ですね、縦10メートル程度のプールと思われるものがあったと。ほう、でもそう地下3階水は張られていなかったけど、うん、プールか水槽のようなものがあったと、はい、でそこを、まあ、B 君のうちの友達の一人がね、うん、こうビデオで撮影してるんですけど、うん、ファインダーで覗いていた B 君の友人のその友達が急に発狂しだしたんだよ、うん、でその言葉の内容が、あ、日本兵が見える、日本兵が見えるよって言い出したんだって、うん、でお前、まあ、大丈夫かって言って、もう日本兵が見えるの一点張りだと。でなんか泡も吹いてきたから、うん、これやばいぞ、こいつ何とかしようって言って、その B 君と友達2人でそのもうビデオ持ってるやつを抱えて、うんうん、地下3階から上に上がって、要はもう入ってきた入り口まで出て、うんうんうん、大丈夫か大丈夫かってやってるけど、あ、日本兵が、日本兵がってずっと言ってんだって、はいはいはい、だこれもう、もう学生だけじゃなんともなんないから、なんない、ね、もうしょうがない、先生呼ぼうって言って、はい、もう先生って言ったら、うん、何やってんのお前たちみたいな、ものすごく怒られて、まあ、救急車が呼ばれて、その上ごと言ってた友達は運ばれていったと。そして結局その数日後ね、 B 君たちは先生に別室に連れて行かれて、まあ、まずその撮っていたビデオのテープを募集されたと、うんうん、でカメラも撮られたと、うん、で両親が呼び出されて、ものすごくあそこに入ったことを叱られた後に、うん、あそこに地下空間があったこと、うん、それが存在すること、うん、地下で見たことを絶対に話すなって言われたんだって。誰に？先生に。はあ。入ったことも言うなって。はあ。何を見たかも言うな、うん、そしてまずあれがあったことを絶対に言わないでくる、うん、ことを強く口止めをされたと。でその時にその B 君とかがね話し合ったことっていうのが、 A さんも考察をしてるんですよ、はいはい、彼らは地下に入って、それが太平洋戦争中に作られたシェルターなのではないかと話し合ったんだって、はいはいはい、で禁止された場所に入った緊張感、日本兵の件は先のわからない未知の暗闇を進んでいく恐怖感などが見せた幻覚だったと思ってますっていう、うんうんうん、まあ一応結論にはなってるんだけど、うんうん、A さん含めて気になってるのは霊を見たことではないと、うん、こんな地下空間が戦後、当時1989年だから、うん、戦後40年経った後も残されていたと、うん、そしてなぜこれがあることを公言してはいけないのかと、うん、隠さなければいけない何かがあるはずだと。よく考えたらね、太平洋戦争中に作られた例えば防空壕のようなシェルターだったとしたら、うん、学校の教育、歴史の教育っていう観点からするとこういう悲惨な歴史がありましたよっていうことを、はいはいはい、あえて啓蒙する意味で残しておくべきなんですよ。まあね、そうやろね。そう、うん、学校側が言うのはね、危険だから入っちゃいけないよって言えばいいのに、うん、なぜその存在というのを消そうとするのか、うん、でこの入り口っていうのが2022年現在ですね、うん、その高校っていうのはまだ存在もちろんしてるんですけど、うんうん、その扉があった場所っていうのはもう扉自体はないんです、だからその入り口があったことを、要は塗りつぶしたようになってる、うん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 、でこの地下空間っていうのが今も存在するのかどうかっていうことなんだけど、ここからはもう全部推論です、はい、だけど将来の核シェルター、ただと政府とか皇室などが狙われた時の緊急避難所用に作り変えようとしていた場所だったんじゃないかと、うんうんうん、で多分これはまだ存在していて、 B 君たちがそこに入れたのはそこを広げたり改修改築するために警備が緩かった時にたまたま入れてしまったんじゃないかと、うんうん、で A さんがなんでこういうとこここまで考えるかっていうと、うん、この高校の周辺を調べたら、うん、いろんなことが分かってきたと、うん、当時この高校の道路を挟んだ反対側に警察署があったそうなんですけど、うんうんうん、この庁舎っていうのはね、うん、B 君が地下空間を目撃する数年前にこの警察署完成してるんです、はい、この警察署の地下からプールのあった地下空間に行けるようつなげていたのではないかと考えられると、うん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 、で高校と警察の間となる場所っていうのは地下鉄が通ってるんですよ、うん、これオカルトファンなら知ってる方も多いでしょうけど、東京の地下鉄には謎の線路、不自然な壁、うん、謎の引き込み線があると言われてます、はい、引き込み線っていうのは鉄道の主要線路から分かれてなんか物資とかを運んだりする線路のこと、うんうんうん、そのために使ってるんですよって言われてるけど、
有力な政治家であったりとか、例えば皇室の人とかが、例えば核とかが日本に落ちた場合に、うんうん、うまくそこに隠れて避難する場所が東京の地下鉄の奥底にあるって言われてるんですよ。表向きは点検とか保守のための側線って言われてるけど、もしかしたらこの東京の地下にはすごい広大な空間が広がっていて、そこになんていうのかな、誰も知らない駅があって、うん、隠れることができるようになって、その空間の一端だったんではないかと、うんうん、なるほどね。でね、いただいた情報の中で、はい、まあ、こういうことを言うと口頭無形だと思われるでしょうからって言って、はい、あのいろんな情報をいただいてるんですよ、うんうんうん、で実際の舞台となった高校の場所名もいただいてます、うんうんうん、そしてその高校の対岸にある警察署もどこだか分かってます、はいはい、で東京のその側線、謎の引き込み線がある場所も東京何々なんとか線の何々駅から何々駅に向かう途中に一瞬見える。見える。で、僕もこれを聞いてですね、うん、乗りました。ほう。結構僕が使う線なんで、はい。そしたらね、多分ここなんじゃないかなっていうものがあったんですよ。うんうんうん、だから、言いたいけど、うん、言えない。言えないので、うん、ここで出しました。言わせていただきました。なるほどね。で、このお話をですね、P 入れるから。ここはね、こういう学校なんですよ。で、ここっていうのが、あのね、まあ、要は、千代田区なんですよ。うん、で、警察もそうだと。うん、で、まあまあ、そう、何やけ、何やけ、うん、そう、ほんとこういうのがある場所で、うん、だからそういう、地下に何かがある伝説ってのは昔から言われてることだから、うんうん、それの裏付けとなるようなものっていうのを、今回投稿いただいてます、うん。なるほど。で、この方は前回ですね、あ、もう多分流れてると思うけど、はい、八甲田山の、幽霊伝説でいただいた、太宰さんからまたこれはいただきまして、だからこれからもちょっといろんなことがあったら、また教えてくださるそうで、はい、僕も独自に一緒にやっていきたいと思いますので、はい、謎が了解あるけども、なるほどね。今後も都市伝説か。信じるか。信じないかは、ザッ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 降りてったな、地下行っちゃったな。ナナムシでございました。ありがとうございました。